デュエルリンクス討論会。さあ本日はデュエルリンクス討論会のお時間がやってまいりました。本日暴いていく問題点はこちら、フリー対戦の闇について。こちらをですね、本日は皆さんと一緒に紐解いていきたいなというふうに思っております。デュエルリンクスっていうのはですね、あのフリー対戦っていう機能があるんですが、このフリー対戦にはですね、なんとものすごい闇が隠されているんですよ。早速やっていきましょう。まずフリー対戦っていうのが、まあ、何なのかっていうあの機能をね、あのご説明していきたいんですけれども、ランク戦とあの並ぶ対人戦機能の一つであると。まあ、ランク戦の下にあるのがフリー対戦なんですけども、まあ、OCG であの言うところのなんかフリーデュエルみたいなイメージですかね。あの一般的なあのイメージなんですけど、僕のイメージもあのお話しするんですけど、あのランク戦ってガチデッキで挑む場所ですよね、基本的には。基本的にで、じゃあフリー対戦はどういうデッキがまああるのかなと。普通は多分ですけども、エンジョイデッキとか、あのキャラクターのデッキ、キャラデッキとか、あとファンデッキとか、まあそういうものがこうなんかその楽しくエンジョイしてるみたいなイメージなんですよ。イメージ的にはね、まあ本当にこうなってるかっていう問題点が実はデュエルリンクスにありましてですね、これね全然なってないんですよ。全くなってないんですよ。これあのいつも私のスキル掘り放送を見ていただいてる方だったら分かってると思うんですけども、全然なってないんですよ。でフリー対戦がじゃあどうなっているかっていうと、これがねこのゲームの闇なんですよ。ボットだらけ、ボットだらけなんですよ。ボットだらけ。10戦やったら少なくとも9戦はボットです。9割ボットで、最近ねデュエルリンクス50億デュエルみたいなの突破したらしいんですけども、なんとですね、そのほとんどがボットであると。つまりボットで50億デュエル達成と50億デュエル達成したからなんかジェム上げますみたいなね、あのありましたけど、あれはねボットのおかげなんですよ。皮肉ですね。実態どうなってるかちょっと見ていただきましょう。フリー対戦っていうのが、まあ、ここにあるんですよね。でこれちょっと押して、でまあこんな感じで戦ってるんですけど、ちょっと人のデッキ見てみましょうか。この辺のデッキ、こんな感じです。わかります？こんな感じなんですよこれねボットがこういうなんか通常モンスターいっぱい入れて操ってるデッキなんですよ。例えばこれとかもそうかな。これとかね、これ自殺ボットですね。これに関しては、これに関しては自殺ボットと言われている。まあ早く負けてでスキルを掘っているっていう。これはどうだ？あ、これもボットですね。これね、金の城を使ったボットめっちゃいるんですよ。ひたすらフリー対戦に潜るとこういう CPU vs、まあ、CPU みたいなのがひたすら繰り広げられてるんですよ。やばいでしょ。そもそもねボットって何っていう問題なんですけれども、あのボットっていうのはですね、いわゆる自動操作ツールであると。あのプログラミングをしてこの自動的にデュエルリンクスを操作できるツールがなんか開発できるらしいんですよ。まあ、私開発しないと分かんないですけども、そういうツールが開発できるらしくて、で、じゃあそもそもですね、ボットはなんでいけないのかっていう、問題点、これを話していきたい。非常に答えはシンプル。対人戦としての機能が完全に崩壊するからです。まあ、そもそも規約違反っていう、規約の中で禁止されてるよっていうのもあるんですけど、そもそも論対人戦としての機能が完全に崩壊するんですよ。ボットを放置しておくと。で、ボットだらけの弊害なんですけど、まずですね、フリー対戦機能が完全に死亡しております。現状。対戦申し込んだら大体全部機械なんで、人と対戦できるのはマジで稀です。相当レアケース。で、ランク帯、普通さ、ランク戦って上位に行けば行くほど、まあ、ガチデッキばっかりの環境になるわけじゃないですか。要は勝つっていうことが目的になってくるんで、そういう環境って、まあ、それはそれで楽しめるんでいいんですけど、じゃあライト層とかエンジョイ勢ってどこで遊べばいいんですかっていう問題点が出てくるわけですよ。でそういう人たちって、じゃあフレンド対戦とかルーム戦とかやればいいんじゃないのって思うと思うんですけど、まずね、デュエルリンクスのいいところを考えてみてください。手軽にスマートフォン1台でポンって遊びに行ける環境じゃないですか。フレンド対戦とかルーム戦って必ずそのなんだろうな、手間が必要で、例えばフレンド対戦だったらその友達と打ち合わせてね、時間通りに始めないといけないとか、ルーム戦だったらそのまあいろいろ設定、まあ設定項目も全然設定できないんだけど、設定してで人を集めるっていう、まあこれが必要になるじゃないですか。
フリー対戦はただ単にそこに行けばマッチングして遊べるようにはなるんですよ、基本的には。だからね、手軽さが違うんだよね。僕はフレンド対戦とかルーム戦とかと、もうフリー対戦はもう全然別物だと思ってて、できるんだったらフリー対戦でフラッと行ってなんかエンジョイデュエルみたいなのができたらなんか一番いいのかなと個人的には思ってるね。あともう一個ボットだらけの問題点があって、街頭リプレイの9割がボットなんですよ。ボット VS ボット。街頭リプレイって皆さん見たことあります？ジェムもらえるんでちょっと見ていただきたいんですけども、街頭リプレイを見るとね、ボット VS ボットの超熱いデュエルがね繰り広げられてるんですよ。やばくないですかこのゲーム。やっぱりさっきも言ったようにランク戦とかフリー対戦のいいところって手軽さだと僕は思うんで、フリー対戦がある程度そういうなんかなんだろうな、フラッと行って楽しめるような環境になったら僕は理想なんじゃないかなと個人的には思ってるんですよね。ボットばっかりのね対戦環境を誰が楽しめるでしょうか。で、じゃあなんでボットが流行ってるのかっていう問題点について、これね私が独自に調査したところによると、どうやらまあこれはちょっと噂レベルではあるんですけど、ジェムとスキルを自動で入手してアカウントを転売しているっていう噂があるんですよ。とかあと育成したアカウントをなんか販売しているサイトすらあるらしい。でまあ今フリー対戦にボットが蔓延している状況なんですけども、たまにランク戦でもいますからね、ボットは。でボット増殖以前はフリー対戦っていうのは結構ねマッチングしづらいっていう問題があったんだよね。フリー対戦潜っても全然誰かとデュエルが始まんないっていう問題があって、まあ、これはあんまないと思うけど、自社でコナミ自社でボットを作って強引にマッチングさせている事件っていうのが事案っていうのが、まあ、これは多分ないと思うけど、まあ、考えられうる、まあ、理由としてはあるのかなと。で僕たち真面目にやってるの本当にバカみたいじゃないですか。マジでバカみたいですよね。でこの状況を今この状況がね、まあおそらくまあコナミ社内ではあんまり問題点として取り上げられてないと思うんですよ。この状況を放置していると、まあ、どうなるかっていうのをいくつか考えてみたんですが、まあ、本当にこうなるか分かりませんけど、まずですね、まあ、やっぱり遊び場を失ったライトユーザーがなんかどんどんやめちゃうんじゃないかなと思ってて、今デュエルリンクスを楽しむために遊ぶ場所って本当にランク戦と KC カップしかないんですよ。この2つって基本的にガチで対戦したい人が楽しめる場所ですよね。勝つことを目的としてる人が楽しめる場所なんですよ。で僕が思う遊戯王の楽しみ方っていくつかあるんですけど、遊戯王って勝つことが全てなんですかね。ガチガチのさ対戦をするだけが遊戯王なんですかね。例えばキャラクターデッキをこう回してみたりとか、まあ、ごっこ遊び、まあ、キャラクターになりきって遊んでみたり、まあ、好きなカードを使ったり、そういう対戦をして自分で考えた自分のデッキを使って楽しく出る場所、まあ、それでいて勝てれば一番いいですけど、やっぱその結構エンジョイデッキとかってランク戦持ってってもあんまり勝てないじゃないですか。で負けまくってたらテンションなえて楽しくなくなると思うんですよ基本的にはね。だから個人的にはキャラごっこをしたりとか友達とワイワイ対戦するのが好きな人結構たくさんいると思うんですよ。だからそういう人たちが遊ぶ場所としてなんかそのフリー対戦っていう場所をなんだろうな、文化として根付かせていくっていうのは結構僕は必要なんじゃないかなと思ってるんですよね。要はガチ勢だけが楽しめる場所として遊戯王デュエルリンクスを提供していってしまうとどんどん人は辞めてしまうんじゃないかっていうことなんですよ。でここからはね私の要望なんですけれども、フリー対戦に関する要望としてまずですね、お願いです、ボットを殲滅していただけないでしょうか。まずはやっぱりねフリー対戦に潜って機械としか当たらんっていうのは問題だと思うんですよ、まあ、スキルを掘りやすいという観点においてはプラスなのかもしれないけど、そもそもスキルを掘れる仕様もなんか対人戦の方がそのスキル掘りやすいっていう仕様も意味わかんないし、フリー対戦がエンジョイの場であるっていう文化をねちょっと一緒に作っていきませんかと、まあ、これをね要望書として提案したい。でプラスしてアカウント転売サイト、こちら撲滅しませんか。まあ、ちょっと難しいかもしれない、海外のサーバーとかなんで、まあ、これはちょっと要望なんでね言わせてください。アカウント転売サイトやっぱ良くないと思うね。これで利益を儲けているやつらがいるっていうのはちょっとやっぱり若干それ許せないところがあるんで、そもそも規約違反もしてるしね。それとさっきも言いましたけど、その対人戦でスキルが落ちやすい仕様、これやめません？
これなんかもうボットにスキル掘らせるっていう、その要は悪事ができてしまうのがやっぱ良くないと思うんだよね。まあレベルアップの報酬があのジェムとかがあるんで、まああのボットにそのなんだろうな、フリー対戦をやらせるっていう文化がなくなんないかもしれないけど、ただねやっぱねボットを撲滅させるっていうプログラム多分組めると思うんだよね。そのボット撲滅できないっていうの多分ないと思うんだけどな、あの技術的にはね。皆さんはどう考えでしょうか。文化作りはあの私たちインフルエンサーも微力ながら尽力できるかなと思います。はい、私のね、見解は以上でございます。ぜひ皆さんもどう思ったかコメント欄で教えていただきたい、そんな風に考えています。このコメント欄がね、あのコナミ社内に届くことを私は願っております。以上でございます。本日のトークテーマはフリー対戦の闇を暴くでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。